アメリカ代表、スチーム。日本代表、アリス。こんにちは、アンゴロです。今回は、アリスとスチーム仕込むならどっちについて話します。アリスとスチームは両方とも分散型のソーシャルメディアプラットフォームです。ソーシャルメディアとはですね、インターネットに情報を発信して多くの人とコミュニケーションが取れる媒体のことを言います。例えば、Twitter、Facebook などの SNS や、2チャンネルなどの掲示板やブログもソーシャルメディアの一つです。そして、アリスとスチームはブロックチェーンを利用した新しいソーシャルメディアプラットフォームを開発しました。スチームの方が先に登場して、スチームに感銘を受けた日本人チームがアリスのプロジェクトを開始しました。では、まずはスチームについて見てみましょう。スチームプロジェクトが開発したプラットフォームの名前はスチーミットで、2017年にはすでに公開されて使われています。これがトップ画面です。検索ボックスや一覧から読みたい記事を探して選択すると、このようなブログ記事を読むことができます。一見普通の記事ですが、普通のブログと違うところは、記事を投稿していいねがつくと仮想通貨の報酬がもらえることです。また投稿された良質な記事にいいねをつけても報酬がもらえます。 Steam の仮想通貨はこの3種類があります。一つ目は Steam、 シンボルは Steam。 二つ目は Steam Power、シンボルは SP。 3つ目は Steam Dollars、 シンボルは SBD。 最後に S がついたり、シンボルも統率感がなくて混乱しますね。 SBD の B はどっから来るのかな。最初の2文字は必ず SM にして、後ろに P か D をつけた方が良かったんじゃないかな。報酬は Steam Power と Steam Dollars で支払われます。3つの仕様を簡単に説明すると、1つ目の Steam は基本となる仮想通貨で、 Steam Power と相互交換が可能です。 Steam は以前は1年で供給量を倍にする超インフレ通貨でしたが、1年あたり 9.5% の増量に変更されました。2つ目の Steam Power は保有するとプラットフォームで影響力を持つことができます。例えば、Steam Power をたくさん持っているほど、記事投稿やいいねの報酬が増えたり、金利が増えたりします。なので、例えば Steam を取引所で大量に買って、それを Steam Power に変えれば、いきなり影響力の大きいユーザーになれるということですね。ただし、Steam から Steam Power にはすぐ変えれますが、Steam Power から Steam に変えるときは小分けにして少しずつ変換されて、全部 Steam になるまでに13週間かかる仕様になっています。つまり Steam を Steam Power に交換する行為は、 Steam をロックする代わりにパワーアップするイメージです。3つ目の Steam Dollars は1枚1ドルのステーブルコインです。どうやって1枚1ドルの価値を裏付けているのかというと、このような説明がありました。要約すると、Steam の7日間の価格の中央値で計算して、Steam ダラスの価値と同じ枚数の Steam を渡す仕組みにすることで価値を担保しているということです。例えば、10万円分の Steam ダラスを Steam に変えると、だいたい10万円分の Steam がもらえるということです。以上が Steam の仮想通貨の概要です。なんだか分かりづらいと思いますが、とりあえずユーザーは3つの Steam トークンを使って Steamit を楽しむと覚えておいてください。次にアリスを見てみましょう。アリスも Steam と同じように、記事を投稿したりいいねがつくことで仮想通貨がもらえるソーシャルメディアプラットフォームです。2019年1月10日にアリスのオープンベータ版がリリースされました。これがトップページです。上部にカテゴリーが並んでいて、その下にサムネイル付きの記事一覧が並んでいます。
記事を読み終わって参考になったらいいねボタン。アリスプロジェクトが Steam の問題点として挙げたのは、トークンが3つもあって分かりづらいことで、それを改善してアリスのトークンは1つだけになっています。アリストークンをたくさん持っているほど報酬の量が増えるのは Steam と同じです。では、投資家目線でアリスと Steam のどちらを買っておくべきなのかの私の考えを述べましょう。あくまで私の個人的な考えなので、鵜呑みにしないでください。どちらを買うか、それは、まだどちらも買わない。理由は、アリスとSteamの両方とも運営がユーザーに報酬のトークンをどんどん配りますが、報酬を換金するためにトークンを買ってくれるのは新規ユーザーの買いに委ねられているからです。これだと新規ユーザーが右肩上がりで増え続けているときは価格上昇は期待できますが、そうではなくなった場合は必然的に換金売りの圧力に耐えきれず価格はみるみる下がっていくはずです。さらにユーザーが取引所でトークンを買う理由は影響力を持つためですが、大金の法定通貨を下落リスクのあるトークンに変えてまで影響力を高めようとするユーザーはどれくらいいるのかを考えるとどうなんでしょう。また Steam は供給量が1年あたり 9.5% 増え続けるので長期保有には適していません。一方、アリスは ICO で売れ残ったトークンをバーンして、トークンの枚数を5億枚から8000万枚に減らすことで、投資家の利益を優先しています。アリスは日本人向けに特化したサービスで、プロジェクトメンバーも真面目で信頼できる人たちです。投資家との信頼関係を大事にして、毎日のように進捗報告をツイートしていることに好感が持てます。買うタイミングは、報酬の換金売りが新規ユーザーの買いに委ねられている仕組みを改善するような動きが現れた場合に検討します。以上、アリスとSteam仕込むならどっちについてでした。本日、新しいイラストが追加されました。XP 信者さんの作品で、テーマは XP。Experience Points。ナイスデザイン。また次回お会いしましょう。